はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。よろしくお願いします。プニプニが4年か5年前までやってたけど、データまで全部消しちゃって、もうゼロからのスタートなのよ。ゼロからスタートです。で、正月ににゃんぼコインか、超にゃんぼコインっていうやつを配布してて、それでリセマラをしました。3、40回やったけども、トリプル S が1回しか出てなかった。で、もう時間もギリギリになって、これでいいやっていうことで、スタートしてます。手持ちがこんな感じです。まあ、これ先ほど購入した超覚醒ジバニャン。これなんか弱いらしいね。弱いらしいけど、まあ、トリプル S だから一応持ってます。で、SS がね、毘沙門天。で、布袋とプニプニ工場長、硬い、デスコンダクターかな。とりあえずこのキャラクターたちでやってます。なんか昨日話を聞いたら、リセマラをする時期が今はすごい悪いみたいだね。だからポイントを配った時にやった方がいいらしくって。まあまあ、このアカウントもまた変えるかもしれないんですけども、とりあえず今これでやってます。はい。で、ガチャをね、今日回そうと思うのよ。さっき課金してこれを買いました。目指せダブルゼータコインだね。トリプル S からダブルゼータの妖怪が出てくるっていうコインなんだけども、いいのが出てくれればいいけども。ちょっと中身ってわかるの？ああ、わかんないね。まあ、とりあえずダブルゼータかゼータだったらば問題なく強いと思うので。トリプル S じゃなくってダブルゼータ、せめてゼータぐらい出てほしいんだけども、まあ、出現率は 10% ぐらいか。まあいいや、行こう。これで出なかったら、ほんと、次のね、リセマラの時期に、リセマラをして、ゼータ一体は欲しいな。一体以上は欲しいんだよ。行きます！おおおお！あ、発展した。同血！トリプル S じゃん！トリプル S！ 一番下のランク。どうなの？同血。妖怪ウォッチ4ではめちゃくちゃ強いキャラクターなんだけども、プニプニではどうなんだろう。種族は豪傑？勇ましい？あ、豪傑か。豪傑のやつって俺、持ってないんだよね。できれば勇ましいで、来て欲しかったんだけども、豪傑どうなの？ああ、なるほど。スキルはこれか。技が溜まった状態でスタートか。いや、まだね、全然始めたばっかりだから、強さがわかんないよね。でもまあ、とりあえず、今持ってるやつの中では一番強いのかな？多分ね。はい。まあ、とりあえず、これで進めていきまして、んでもって、リセマラがね、ちょうどいい時期だよっていう時になったらまたリセマラするかもしれません。はい。まあ、とりあえず今日は、ダブルゼータ目指せコイン回しまして、同血が出ました。強いかどうかは知らないけどね。まあ、同血を育てて、やっていきたいと思います。はい。ではまたね、出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。